メです。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、ハルカのファンだったのか。なあ、お前。え、な、何？お前はハルカのファンなのか。うん、そうだよ。あ、もしかしておじちゃんもハルカちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もハルカちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにハルカちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに、今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聞いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。私んち、いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかなんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ、一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん。おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でも
あのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとうおじさん。あ、私あやかっていうの。おじさんは？俺は桐生だ。桐生って名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。どこで買えるんだ。まずはドンキホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。いらっしゃいませ。そういえばはるかファンの彩香のためにはるかのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村はるかのグッズは置いているか。沢村はるかさんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。アイドルファンってのはあいつらのことか。片っ端から話を聞いてみるか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう。沢村はるかってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今沢村はるかと言いましたか。ああ、ちょっとグッズを探してて。どうしよう。何？彗星のごとく現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村はるかさんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああ、そうだ。はるかさんの歌に俺も心を打たれてな。グッズとかを集めたいんだが売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほどなるほど。確かにはるかさんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。さらに時間も経っているため今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが実はつい先ほど激レアはるかさんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。本当か。それはどこの店なんだ。ですがあなたがはるかさんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので
簡単なはるかさんのクイズを出します。それに正解できたら同志であることを認め、店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。では問題です。沢村はるかさんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに？こんなんじゃないだ。正解！あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。はるかさんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね、他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。ああ急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。ありがとうございました。カズマおじさん、ほら誕生日プレゼントだ。あすごい、綺麗な写真。おじさんありがとう。大事にするんだぜ。気をつけて帰るんだぞ。うん、ふう喜んでもらえたようだな。頑張って探した甲斐があったぜ。話してた時に思ったんだ。おじさん、はるかちゃんのことを話す時の目がお父さんの目みたいだったから。私お父さん大好きで、お父さんの目を見てお話ししてると安心するんだ。おじさんも同じ目をしてたから。そうか。それに私はアイドルのはるかちゃんしか知らないけど、おじさんの中にはもっと違うたくさんのはるかちゃんがいるみたい。そうかもしれないな。いつかはるかちゃんとカズマおじさんと私で楽しくお話ししたいなって思って書いてみたの。よく書けてるじゃねえか。みんなそっくりだぜ。ありがとう。この絵はるかちゃんにも見せてあげたいな。ああ俺も同じことを思っていた。この絵は俺が責任を持って必ずはるかに届けてやる。本当？約束だ。ありがとうおじさん。あもうこんな時間、早く帰らないとママが心配しちゃう。またねカズマおじさん。その絵絶対にはるかちゃんに見せてあげてね。ああ任せておけ。